ちょっと人が集まったからでしょうかな、話すの。ちょっと5分間ぐらい待ってて。うん。OK。そう、ちょっとね、規制がまだかかったまんまなんでね。ちょっと通知で集まれる人数分ぐらいはね。ちょっと説明したいんで、ちょっともうちょっと待ってて、5分ぐらいね。ごめんなさい。気持ち悪い。二日酔いじゃない。食べてないかな。5000人行ったらお願いします。人数じゃなくて、ちょっとね、BGM をちょっとね、かけないでお話する。ちょっと大事なお話なんでね。もうね、一週間何も食べれなかったですよ。ちょっと5分間だけ、あと2分間だけ待ってね。あ、5分になりましたね。お話ししても大丈夫ですか、皆さん。5分になりましたね。大丈夫ですか。まあ、今回、なんだ、道路での危険行為、あと、タクシー内での、まあ、迷惑行為か。についてちょっとね、今からお話しします。いや、緊張してるよ。
緊張というか、そう、そこから。まあ、三人ね、人がいながらね、まあ、そこで、まあ、止められなかったことと、まあ、少しね、煽るような発言をしてしまったということをね、とても、反省しております。うん。まあ、二度と、まあ、こういうことがない、ことをね、なんて言えばいいのかな。まあ少し、まあ二度とね、このようなことがないということをね、皆様にお約束しますので、まあご心配とご迷惑をおかけしたことを、深く反省して、まあこれからもね、配信を続けていきますんで、うん、まあ大変申し訳ありませんでした。で、今後の、まあ活動とか、まあこれからのことはツイッターの方にね、文章として出てるので、まあそれもね、よかったら、見ていただければと思います。うん、で、まあ、タクシー会社については、まあ、謝罪の電話と、まあ、ゼロワン君もね、ちゃんと謝りに行ったりとかしてるんで、あと、まあ、警察の方は、私たち呼ばれてるんでね、事情聴取というか、まあ、状況説明をしにね、警察の方にもちゃんと行きますんで、まあそういう形で、まあ、やっていきますので。うん。なんかまあ早ければ今週中に、警察の方に出向いてね、夜のことを説明するんでね。まあかなりの電話とか、まあ、影響があったんで、まあ、ちゃんと説明しなければね、まあ、ダメだと思うんで、うん。まあ、そんな感じで、そんな感じでって言い方もまたあれだけどね、まあ、今日からまた、普段通りの配信に戻るんで、ちょっと待ってね、音楽かける。もうね、DM とか LINE もパンクしちゃってね。ほんと。まあ、全員に返せればなと思ってね。なるべくね、返してたんだけど、もう、すごい数のね、DM、LINE でね。多分、もう何千件ってね、やりとりして、まあ、それだけ、まあ、影響が強かったのかなってね。うん、アピールとかでなく。うん、だからそれだけ、気をつけなきゃいけないんだなって、一つ一つの行動や発言をね。うん。そう。そういう配信のね、仕方をしていかなきゃね。皆様の手本になるよね。これから配信始める方もそうですけど。うん。だからまあ、リスナーさんとかも、相当ね、きついこと、言葉もいただいたし、うん。まあ、頑張ってっていう人もいたし、いろんな意見をね、聞けたんで、今回ね。うん。まあ、そうだね。初心に戻るという気持ちで。うん、ね。ただ、バンは解けたんですけど、まだ規制、おすすめ規制はね、いつ解けるかわかんないんで、まあそこら辺はね、運営さんの判断ということで、まあ一生おすすめ規制が取れないかもしんないし、
まあちょっと時期はわかんないんですけど、うん、まあその辺はね、今後の私の活動とかね、配信内容によって、まあ変わってくんじゃないかなと。でね、なんかね、文章をちょっと私、なんつうのかな、コラボの件についてね、アンケートを取るっていうのがちょっと説明不足でね、コラボ者をリスナーさんに選んでくれる、もらうみたいなね、書き方になっちゃったけど、事前のアンケートじゃなくて、終わった後のね、そういう、この配信はどうだったとか、そういうのをね、やろうかなと思ってたんだけど、まあ、あれは、みんなが言う通り必要ないかなっていうね。あれはやんなくてもまあ、いいという意見が多かったんでね。まああれはやんないでおこうかなと。まあね。まあちょうどタイミング的にね、まあ誕生日とか、ツイキャス4周年とか重なる時にね、まあリスナーさんもすごい楽しみにしてた人もいるし、まあそういう気持ちをね、まあ裏切ってしまったということでね、まあ本当にすいませんでした。そう。でもね、お店の方もね、そういう状況でありながらね、応援し、ね、駆けつけてくれた人もたくさんいるし、ね、ほんとありがたいことですよね。なんと、お店の売り上げを更新しました、土曜日。なんと、20年ぶりに更新しました。1日の売り上げ。こんな状況でありながらね。いや、笑ってもいいじゃん。もう笑ってもいいでしょ。ずーっと笑ってなかったんだから、1週間さ。ねえ。今日から笑ってもいいしよ。ねえ。半ニャズラじゃん。つまんないでしょ。半ニャズラじゃん。みんなも画面見ながら半ニャズラになるじゃん。え？そんな話なんか楽しくないでしょ。ちょっとタバコ吸っていいかしら。タバコは吸っても大丈夫よね。もう一本ぐらいいいかしら。ちょっとね。いやね、この一週間ね、ほんと、何もやることなくてね、やっぱ配信、4年間ずっとやり続けてたんだけど、一週間ポンと空いちゃうとね、ほんとやることなくてね、だからもう、腐ったような生活をしてましたよ。痩せたんじゃないかな、多分。どうなんだろう。まあ、ご飯とかちゃんと食べてたけど、まあ、でも一食とかかな。ご飯とかは。あんまりまあ変わってないけど、まあ、痩せたっていうか、やつれたって感じじゃない？バタバタしてたかな。ねえ。いや、体重は測んないですけど、まあ、数字見ればあれかね、どんだけ反省してるかわかんのかね、数字で。で、最後に測ったのは何キロですか？最後に測ったのは。確か、88.6 とかじゃなかった、最後。87キロとかだっけ？
まあこれが70キロぐらいになってれば、まあ反省の色ありってことよね。あ、だからね、他の配信者の方もね、いろいろ連絡くれたりとかしてね、結構励ましの言葉だったり、お叱りの言葉だったりね。いや、絶対痩せてんじゃないの？ママとかね、ヨギママにもね、怒られたわ。もう反省しなさい、あんたはってね。もういい加減にしなさいぐらいな感じで言われたわ、みんなには。身内の人にはね。だからまあ、お休み中はね、いろんな人の配信、結局ね、ツイキャス見ちゃうんだよね。やっぱツイキャス好きだから、結局はね、朝起きて7時に枠開けてね、あーってね。あらーって。便所さんが笑顔に勝る化粧なしってやってるわーとかさ。夜は夜でね、石川さんがね、カツラかぶって私の真似してたりとかね。野田ジョリも見てた。おじ散歩とか。ほとんど全部見た。ねえ。まあ、いない間もね、そうやってね、話題に出してくれて、本当にありがたいことですよ。ねえ。あ、そうだね。小峠くんもね、朝ね、朝の枠は任した。な、任せろっつってね、やってくれたりとかね。じゃ、ちょっと体重測定しまーす。さて、どんだけね、今回の一週間で、ね、まあ、体に出てるでしょ、反省の色がね。ちょっと測ってみまーす。さあ、どんだけね、体にも影響が出たかということを、ちょっと測ってみますね。はい。全然変化ないっすね。逆に増えてんじゃ、まあ洋服着てるからいつも脱いでね、やるんで、あれですけど、全然変わりないっつうね。まあ、やつれた、痩せたっていうよりやつれたって感じだね、ほんとね。あのね、ひねろうさんの店はね、別に遊びに行ったわけじゃない、まあ、タイミング悪かったんですけど、あれはお客さんと一緒にね、アフターに行ったのよ。まあ、それも、アフターも仕事の一つなんでね。ちょうどお店が閉まるということで、私の誕生日ぐらいとちょうど重なってて、前から行こうかなと思っててね、一緒に、アフターで行ったの、お客さん、みやびに来たお客さんとね。まあ、あの日はね、お酒も飲んでないし、私、ジャスミンティーを飲んでたんでね。嘘ってずらお酒飲んでないですよ、あの日は。まあ、タイミングだよね。そういうとこも気をつけなきゃね。一応、自粛中ってね、一週間ね、期間を設けたんで、まあ、そういうのもね、まあ、パチンコとかも行ったとかね、行っちゃダメよね。パチンコ行ってね、ボロ負けしたとかね。いや、残まで、ね、一日だけ行ったの。ごめんね。一日だけもう、あまりにも暇でね、パチンコ行ったんだけど、5万円ぐらい負けてしまいましたね。どうしても暇でね。だってやることないんだもん、一週間。ね、掃除洗濯もして、お部屋のお片付けして、あと何やろうかなってね。ちょうど夜も
連休でね、祝日でほら仕事も夜なかったし、何しようかなと思った時にちょっと行っちゃおうかしらとかね、うん、警察は行くよ。まさやもね、なんかね、金曜日かなんかに呼ばれてるらしくて、それ一緒に行こうかしらね。本当は今日ね、あのこの放送終わった後、あの呼ばれてんだけど、まあ、まさやんと一緒に行ってもいいよね。いやーでもね、タイミング的にね、本当にね、盛り上げなきゃいけないとね、楽しみしてて本当にたくさんいてね、まあそれが私の一番の罰とね、反省かなと。うん、こういうタイミングでね、こういうことを起こしてしまうっていうのはね、うん、まあ私の最近の行動や発言ね、配信に対するね、意欲とかそういうものに全て出たのかなと。うん、ね、まさやまさやんで、あのね、土曜日お誕生日イベントに来てくれて、ね、ちょっとちょこっと話したんだけど、まあ米読んでるよ全部。まあ反省もしてるし、まあ何かあった時はまあちゃんとね対処するというね言葉を聞けたんで、まあゼロワークはちょっとね、あれから会ってないんだよね、連絡も取ってないんですけど、うん、まあ一人一人ね、やっぱり反省の仕方も違うし、いや、かばってるわけじゃない、一人一人違うよ、人によってさ。だからそれは一人一人そういうのを見せていくっていうか、まあ一人一人反省してね、行動に移していけばいいんじゃないかなとね。うん、そう、だから私は私なりの反省の仕方もあるし、やり方もあるからね。まあこれが一人だったらまた話は違ったんだけど、三人今回はね、当事者がいるんで、まあ同じ場所にいたからみんな、あの悪いしね。うん。そう。そう、三人それぞれ、あの、形で表していけばいいんじゃないかなと。うん。ね、まあコラボとかもそうだよね。まあコラボがいけないわけじゃなく、まあ私のなんつうのかな、やっぱりちゃんとね、いいものはいい、悪いものは悪いってね、ちゃんとはっきり言えるね。そのなんつうのかな、そういう強さをね、やっぱ持たないとね、もうちょっと自分自身強くなって、はっきりね、意見を言えるようなね、あの感じにしないと、その場に流されてね、あのこういうことが起きてしまうんじゃないかなとね。うん、優しすぎるとかじゃなく、弱すぎるのかなと。うん。そういう風にね、言えるようなね、感じになんないと、まあ、また同じことを繰り返すかもしれないんでね。うん。今、おすすめ規制という、その、なんでまたマサヤンと会うの？どういうこと？そもそもなんで止めなかった？まあ、それを言うとね、また言い訳みたいになるから、ね、まあ結局は止められなかったの。止めなかった私が悪いです。うん、それをまたね、止めたとかね、言うと、またどうのこうになるんで、まあ止めれなかった私は。うん、なんで止めれなかったのかじゃなく、止められなかった。
うん、そう、止められなかったからこういうことになってるんでね。うん、まあでも警察もね、電話ではちょこっと話したんだけど、全部動画とかね、全部確認してるみたいでね。うん。で、一応、ちょっと笑い話じゃないんだけど、ね、ちょっと本人確認がしたいから、あの時の洋服を持ってきてくださいって言うのよ。ね。洋服を。って、本人確認だと身分証でもいいんですよねって言ったら、いや、一応ね、念のためにって。あ、それってそういうことなのかなみたいな。ごめんなさい、笑っちゃってね。笑うとこじゃなかった。でもね、私も電話しながらちょっとね、ブスじゃない。ん？どういう何？小峠くんありがとうございます。心配して、ね、電話までしてくれるってね、小峠くん。何回か電話で話してるね、この期間中ね。でも私はほら、ね、お店、近くのお店で働いてるってことも知ってるし、まあ、とりあえず本人確認のためにね、洋服を持ってきてください、みたいな。うん。そう。だからまあみんなから意見、3人から話を聞いて、まあ、とりあえず電話とかすごいんだろうね、通報とかはね。とりあえず、今回の件を、まあ、まとめたいって感じかな、警察はね。うん。ね。謝ったら終わりではない。その通りです。うん。でも私がお返しできるのっていうのはやっぱり配信でしかないから、皆様ね。リスナー様に対して。だから、毎日ね、元気よく配信を続けていくってことが、まあ、反省とね、お返しになっていくのかなと。だって皆さん一週間いなかったら寂しかったでしょ。どうですか？私が一週間いないだけで、どうですか？会いたかったでしょ。ね、暇だったでしょ。ねえ。毎日毎日朝7時から見てくれてる人なんて、ぽっかりなんか胸が開いたような感じがしたでしょ。私も同じ気持ちだった。うん。私もすごい心にね、ぽっかり穴が開いちゃったし、もう配信のボタンが押せないってことが相当ね、きつかった。ね、朝7時に。ね。7時から9ちゃん目視密。いや、収入の方もね、1週間休むとなると、まあ、ちょっと汚い話ですけどね、相当な大打撃でございます。ちょうどね、誕生日でもうガッポガッポね、ね、ザックザクしようかなという予定だったんで、やっぱ誕生日って1年に1回しかないじゃん。ね、一番稼げる日なのに、それができないつも。いや、それを言うとこじゃないけど、それもまあ分かると思うけどね、言わなくてもね。うん。まあしばらくはまあ、しょうがないですよね。うん。まあ、ちゃんと貯金とかもしてたんで、こういう時のためにね。うん。そうです。今日は、本当はね、予定では、まあ、お祝いっていうね、配信だったんですけど、まあ、今日はちょっとまあ、プレゼントなんで開封してって形でね、まあ、お茶箱収益の方は今日切ってあるんで、うん。まあ、誕生日の、そんなちょっとね、自粛という形でね、うん。今日は投げれないようになって、もう切ってあるんでね、お茶箱の方はね。うん。
って言ってあるよ。もう投げれないと思うよ、これ。いやー、ハロウィンもね、参加したかったなー。負けちゃったみたいで。私がいないから負けちゃったみたいで。申し訳ないです。紫チーム負けちゃったみたいで、これこれ3年。悔しい。ねえ。もうね、野田さんと桃菜ちゃんが戦ってたみたいに、もうそこに参戦したくて参戦したくてさ、もうしょうがなかった、本当に。もうね、あれを見てたの、見てたんだけど、何もできないっていうのがね、悔しかった、すごい。うん、あそこに参戦できないってことがね、一緒に戦えないっていうのがね、うん。ねえ。まあ結局ね、予想してた通りになったけどね。俺これさんがやってくるっつうのはね。ツーキャス見てたよ、もうずっと。な、今回、まあ、ふわっちの方は今回の件でバンになったわけじゃなくね。前ほら、なんだっけ、ジュボジュボ配信をしちゃって1ヶ月バンだった。ちょうどね、タイミングが同じ日にバン解除でね、11月の5日の、11時と12時に2つともね、バンは開けたの。昨日ね。ちょうど同じ日に重なったんだよ。おすすめ規制は変わってるんだから。うん。だから両方とも開けられなくて、本当は YouTube ライブとか、LINE ライブとかね、あのアカウント持ってんだけどね。まあ配信は自粛ということで、まあ一週間で配信はつけなかったんだけどね。うん。そう。だからつけれないのがすごいね、ほんと。そう、ふわっちもね、ちょっと解除になりましたね。まあ、お酒飲んで、夜ね、配信しちゃったりとかね。そういうとこをやっぱ、気をつけないと。文にも書いたんだけど、お酒飲んでの、配信をつけるのはね、もうやめようかなと。うん。ちょっと意識してね、配信があるっていうのを意識して、お酒とかも飲んでいかないとなって。うん。なんか、ヨギママとかもね、すっごい怒ってて、ナナちゃんって、あんちゃん、あんたいい加減にしなさいよ、とか言って。あんたそういうことばっかしてるから、ダメなのよ、とか言って、ね、すんげえ怒られたの。ねえ、あんた、待ってる方にもなってよね、って。私だってね、配信楽しみにしてるんだから、カッとか言ってさ。いや、あんなに怒ってる余裕も初めて見た、私。相当怒ってたね。うん、だから怒ってもらえるってそうなんだよね。まだまだ、私には怒ってくれるね、方が、たくさんいるということで。本当に。うん。いや、大丈夫、大丈夫という人もいるけどね、本気で怒ってくれる人もね、たくさんいて、うん、ほんと。それがほんとありがたかったですね。うん、ほんとに。怒ってくれる人ね。うん。何の話？うん。そう、まだ私は捨てられてないんだなってね。うん、本気で思ってくれる人はたくさんいるんだなっていうね。うん。いや、5万円負けたとかそういう話はいいんだよ。うん。まあ皆さんただいまということでね、今日からね、また、いつもと変わらずね、朝7時からね、まあ、なるべく毎日ね、できるようにしますんでね。まあ、ただちょっとね、おすすめ規制がいつ解けるかわかんないんですけど、
まあ今月はね、結構イベント目白押しで、これからは、新宿のね、リアトツ町とかも、もう、会場とオフ会も決まってるんでね。オフ会の場所とかもね。だからそういうのも、ちょっとね、こなしていかないとなと。ね。お休みの間に飲みに行ってんだから、それはさっき説明ガチャガチャうるせえな、ほんとに。ごめんね、こういうこと言っちゃダメな。でもね、考えればわかることじゃん、はっきり言ってさ。私がお酒を飲む、ね、普段ね、遊びで飲まないってことは知ってるし、仕事以外とお付き合いでしか飲まないんだよね、私はお酒はね。お酒飲みたいなって言ってお酒飲みに行くことないんだよね、はっきり言って。ほんとに。ちょっとね、ガチャガチャやめときましょう。ちょっとね、言葉遣い気をつけないと、またね、盛り上がっちゃうね。そう、仕事で、お付き合いで、行くっていう感じかな。うん。だからね、土曜日もね、配信者の方は結構、お祝いに来てくれてね、直樹兄さんとか、あと、マティアスくんとかもね、胡蝶蘭のお花とか出してくれたりとか、ちょっとね、写真撮ったんだけど、すごいね、立派なやつみんなね、とかね、マティアスくんからもらった胡蝶蘭とか、こんな立派なやつをね、いただいたりとかね、すごいよね。まあ、初めて会ったんだけどね、ずっと会いたいなと思ってて、4年間ぐらいね、会えなかったんだけど、初めてね、まあ、会ったというか、来てもらったんだけどね。結構いい男だったね。意外と画面とは違って、あら、いい男じゃんと思ったね。イケメンだったよ。顔ちっちゃかったし。ねえ。でね、こちらもね、誕生日プレゼント皆さん。ちょっとね、開けれなかったやつがね、ずらーっとあるんだよね。今日はこの後、ちょっと開封をね、していきますんでね。どうしようかな、ちょっとご飯食べようかな。あと、お家にね、食べ物がいっぱい。食べ物、飲み物ね、なんか送ってくれてるみんなね。ちょっと食べちゃってる。こういうのとかさ、こういうのとかね、宅急便に届いて、こういうのとかね、豚まんとか。なんかいろんな味が入ってるね。これ美味しかったんだよ、ね、これ食べよっかな。これ往復のやつ。これなんか横浜の結構有名なお店のあれなんだよね。カズ軍曹のツイッターのコメント書いてたけど、軍曹と婚約を、あれでしょ？誕生日の時の衣装が、あれっぽく見えたってことでしょ？1日目はね、1日目はこういう衣装ね。これ1日目。
多いっしょね。かわいいしょ、ゴージャスでしょ。で、二日目が、まあ、二日目がこういう感じね。ちょっとこれ全体見えないけど。これが多分ツイッターに上がってたんだな。全体の写真はね、全体ちょっとひどんなちゃん映ってるけど大丈夫かな。こういうね、ひどんなちゃんもね、来てくれてね。あの、歌を歌ってくれてさ、おめでとうの歌ね。こういう感じね。同じぐらいでかいよね。ひろんなちゃん100キロ超えてるね。同じぐらいよね。でさ、私の好きなね、今一番好きな方にもチューしてもらったしね、ほら。ね。で、日曜日ね、デートしちゃった、日曜日。え、自粛中にデートまでしちゃった。やだやだ。初デート二人きり。で、いただきます。こちらありがとうございます。送ってもらってね。心配をかけてしまって。豚まん。いきまーす。熱っ。熱っ。もうどうやって食べたらいいんだ、こんでかいの。めっちゃ熱いんだけど、マジ。色もすごいね、ピンク色ね。豚まん、中華街の豚。別に味がついてるとかじゃないんだけどな。一週間ぶりにご飯食べれたわ、やっと。やっと、喉も通んなくてね。飲み物は飲めてたんだけど、ご飯が食べれなくてね、辛かったわ、ほんと。めっちゃね、これ、こんなでっかいのが8分。うわ、わかるかな。うわ、あやだ。めちゃくちゃ OK。お店の方にもね、お花、結構リスナーさん送ってくれたんだけど、誰が誰かちょっとわかんなくなっちゃってね、DM とか LINE もパンクしちゃってるんで、ちょっと連絡くれればね、送ってくれた方ね、ちょっと探せないのよね、今の状況は。うん。送った？面白い。みんな何してたの一週間。意外とあれなの。意外と司令としてたの皆さん。まあ普通にね、皆さんもね、普通に時間が流れていったと思うけどね。仕事行ったり、ねえ、おうちのことやったり、ねえ、まあ、はたまた、まあ、学生の人は勉強してたりとか、ねえ、まあ、他の人の話を見てたりとか、うん。私なんてドクター X 全部見ちゃったからね。
ドクター X 全部見ちゃったでしょ。あとなんだっけな、あともうネットフリックスと YouTube もうループだね。で、ツイキャスを片手に見ながら、あとフワッチもね、見ながら、YouTube とかね、ネットフリックスもずっとループよね。だから朝から洗濯掃除して、もうずっとネット三昧みたいな。で、まあ夜は普通に仕事だったから、すごぽいっぺんぱんな。まあ、病院とかね、美容室も行こうかなと思ったんだけど、やっぱりね、配信がついてないとね、足が遠のくというかね、なんかね、行きづらかったよね。行けなかったね、やっぱり。謹慎中にパシッとで、でもこんな正直言うのは私ぐらいしよ。普通は言わないしよ。でも大体みんな想像ついてたんじゃないの。反省をしつつ、ね、一日だけ申し訳ないなと思いながら、あまりにも暇にね、パチンコへ行きました。ね、5万円負けましたよ。昨日ね、昨日。昨日は夜も仕事なかったね、祝日でね。で、デートも前々からね、約束してたんだよ。彼とは誕生日の後にデートをするっていう約束をね、ずっと前からしてたんで、まあ、そのまんまね。デートした。デートどこ行ったの？秘密。でもね、ちょっとで本当に好きになっちゃったかも。ね。本当に。なんつうのかな。ね、こういう時期だからこそ、なんか頼れるっていうかさ、なんつうの、吊り橋効果じゃないけど、なんかね、ちょっと本気で好きになっちゃったかも、彼のこと。デートは、ね、日曜日、土曜日、だから誕生日イベント終わって、なんかね、ヨギママがついてきたんだよね。土曜日終わってかな、なんかね、ヨギママもここのお家にいてね、本当は二人のお泊まりになったのね。ヨウちゃん、ちょっとね、あなた、心配だから一緒にいるわよ、とか言って。じゃ、二人が気になっちゃってしょうがないんだよね。心配だからとか言ってね、結構長くいたよね。二人とも眠くて眠くて、ね、早く寝かせてくれよみたいな。聞いたでしょ。でもヨギママもヨギママなりね、やっぱ心配してくれてて、そばにね、ずっといてくれてね、私の顔色を見ながら、大丈夫かしなーっていう目でね、見てくれてたんだ。まぁ、ちょっと空気読めないかなと思ったけど。あ、ヨギママのね、プレゼントもね、この中にね、入ってるんだよ。この中に。あんなひどいことをして見捨てない人を大切にしてん。あなたに大切にされたくないわ。ダメダメ。ダメ。ななちゃん、初心に戻って。初心に戻んない。ちょっと待ってな。ダメ。そういうとこはダメなんです。そういうとこはね。リスナーさんはリスナーさんだからね。そういうとこはいけないんですよね。
ちょっとね、まだ復帰1日目なんだ。うん。ダメ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 。ね。そう。あのね、4年前、ボタンをつけた時のね、気持ちに戻らないとね。うん、最近ね、忘れがちだからね。うん、全然面白くない。あなたの顔の方が面白くない。あ、ダメダメ、そういうの読んでダメ。スルースルースルー、ダメ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 、そういうの読んでダメ。ほんとにまた出ちゃったね、出るもんが出ちゃうわね、やっぱり、ね、36年間の性格は治らないんだよね、そんなにね。うまいっすよね。うん、オナヌーはね、毎日してましたね。でもね、立たなくてね、やっぱり気が気じゃないんでね、オナヌーしてても全然気持ちよくなかったもん。うん、なんかね、立ちも悪くて、ずっと。うん、まあ、1週間喋ってないことはないよ。お店に出勤してたんで、喋ることはあるけど、やっぱりね、朝喋ってないと、なんか夜もね、喋れなくてね、うまーくね、不思議よね。やっぱりもうそういう、なんつうの、自分の中でのサイクルができてるんだろうね、そういう一日の。いや、必ず朝6時に起きちゃうし、うん、休みでもね。不思議だよね。で、朝にはお腹空くし、ねえ、11時にはなんか、あ、なんかしようかなとか思ったりとかね。うん。朝起きてて、毎朝6時から。まあ、昼寝もいつもしてるから、その昼寝の時間帯は眠くなったりとか。ずっと独り言言ってる、言ってない、ずっと無言だって。だから、例えばさ、あーって、DM とか LINE くれるじゃん。あ、この人はこういう考え方があるんだなとかね。こういうふうに私思ってたんだなとかね。結構ね、気づけないことが気づいたことが多かったかな。うん。でね、本当はね、ここだけの話なんですけど、今日ね、リアルに会った人には言ってたんで、今日することをね、今日復帰したら何をするかっていうのを全部、直接会った人にはお話ししたんだけど、本当はね、今日ね、坊主にする予定だったのね。みんなにね、坊主にしますって言ってたの。もう1週間前ぐらいからね、それはね、予告してたんだよ。で、みんなね、ってやめなよって。いや、そこまでする必要じゃないんじゃないって、いやいやいやって。でもそういう形の表し方しかないんじゃないの。いやいや、奈々ちゃんダメダメって。ね、髪は女の命よ、みたいな。ねえ、ね、おはジョリーじゃなくてハゲジョリーとかズラジョリーだったらね、笑いの方向にも持っていけるでしょってね。ね、そうやってね、方向転換していくみたいな。いや、それじゃんね、反省にもなんないでしょって。やめなよって、ななちゃんってね。だから、まあ、一週間考えたんだけど、やっぱりね、そういうのはやめた方がいいのかなと思ってね。うん。そう。やめました。土下座なんてしないよ。なんで土下座しなきゃいけないの？ね。常に上を見ていきたいわ。私は下を向くんじゃなくてね。ね、
いや、土下座とかね、坊主はね、もう古い反省の仕方なんでね。今の時代、逆にね、土下座とか坊主したら、逆に、え？って思うよね、皆さんね。逆にこの人反省してんの？みたいな思わない。土下座坊主は。でしょう、もう時代が違うんだよ、時代がね。うん。時代が違いますよ、本当に。痩せるとかじゃなくて、うん、まあしばらくはね、言いたい方もいらっしゃると思いますけど、まあおすすめ寄生虫なんでね、まあまあ見に来てくれた方なんでね、一緒にね、この先を見てくださいよ。今ここにいる人たちはね、うん、もう私をとことんいじめてもいいし、ね、もしかしたら評価が変わってね、新しいリスナーさんにもなるかもしれないしね。全部かっさらうからね。あの二人に取られちゃもったいないわ。美味しい思いはさせませんよ。私が全部いただきます。いや、ゼロワンくんとはね、もうね、しばらくというかね、コラボはしないというのは伝えてあるんで、うん。そういう話し合いになったんでね。まあ、ゼロワンくんはゼロワンくんなりに、まあ、あっちのふわっちでね、頑張っていくと思うんで。まあ、ね。これでだってゼロワンくんとね、だってコラボしたりしたらもうとんでもないことになるんでね。うん。まあ、ゼロワンくん自体が悪いとかじゃなくね。ゼロワンくんが悪いんじゃなく、その三人がね、またね、集まると、またね、問題は問題なんで。うん。ね。逆にすぐコラボするのも面白い。そうかな。まあそうだね。お酒だよね。まああの日は、まあ彼をかばうわけじゃないけどね、ゼロワンくんは。まあ前、キャスバーのね、一日店長に私がね、遊びに行って、そのお返しで、まあお店にお礼でね、来てくれてっていうね、日だったんだよね、本当はね。うん。で、その後にラーメンを食べに行って、まあ、ああいうことが起きてしまったとね。だから、いろいろ空回りじゃないけど、いろんなことがね、逆の方向にね、出ちゃった配信ではあったよね。ね。だから、意図的にそういう風な感じになったんじゃなくてね、自然と、そういう風になってしまったということが悪いってことよ。うん。ね。そうなのよ。閲覧の稼ぎが、まあそれは人それぞれだけどね。うん。まあ、いろんなやり方があるんだよね。正解はないからさ、配信。まあ、ある程度のルールとかね、マナー、モラルはあると思うんですよ。やっぱりね。うん。じゃあ、コニーちゃん、今日は私、あれを切ってるかな。赤字くせでね、今止まっちゃったけど、今日は切ってるんでね。うん。
当にうるさいなー。おすすめ規制おめでとうとかさ、え、おすすめできないからおすすめ規制かかってんだよ。ねえ、ん？いつ溶けるかわかんないんだからこれ。ねえ、1ヶ月かもしんないし、1年かもしんないし、永久かもしんないし。ん？おすすめ規制中だから皆さんね、ちゃんとね、サポート、フォロー、なんだっけ、サポート、通知、取っとかないと私見れないんでね、今日からね。ちゃんと取っといてくださいね。おすすめ規制でもちゃんとやるからね、今日から。気になっちゃうでしょ？まあ、毎朝7時だし、あ、ココナッツくん。ココナッツくんだ。ありがとう。ココナッツくん。あの日のことは二人の内緒だよ。ちょっと8時からね、こちら開封するんで、ちょっと気持ちを切り替えてて言い方までなんで、いつまでも、そういうのもね、皆さん見たくないと思うんじゃないかな。いつも通りに戻ります、8時かな。なんとね。8時からちょっとね、プレゼントの方もね、開けていきますんで。人間何も分かってない。だってこれ開けなきゃ腐っちゃうじゃん、だって。ねえ、せっかくくれたんだから。はい？あー、8時過ぎてるね。オッケー、じゃあ行きますか。開けちゃいますか。でね、これね、タイミング悪く、まずちょっと一番目にね、こちらをちょっとお見せしますわ。ちょうどね、当日にね、宅急便に届いちゃった。おすすめに載ってないでしょ。載ってない。乗ってねえよ。そう、ダイソンね、ちょうど宅急便でね。で、これも考えたら坊主にしちゃったら、このダイソンも使えないなって思ってね。このダイソンが気がかりだったんですよ。ね、坊主にするとダイソン使えないでしょ。だから、そのリスナーさんの気持ちをね、踏まえて、やっぱ坊主はね、ダメかなと。うまくね、ちょっと開けてみますね、こちらね。こちら。これダイソンエアワープボリュームプラスシェイプってやつね。こちら。いや、すごいね、箱がすごいわ。こんなん初めて。な、こういうことだよね。自動で髪の毛をフィワって巻いてくれると、シャラシャラっとね、近づけると吸い取ってね、こういう感じで。そう、自動っていうか、なんつうのかな、こうヒューってやってくるくるくるみたいな。ちょっと待って、使い方が全然わかんない。今度なんか水曜日かなんかにやってみようかな。ねえ、ちょっと使い方がわかんないから勉強してからやろうかな、来週の水曜あたり。使い方説明書も入ってないのね。今やってみる？
なんか開けるのも怖いね、これね。髪の毛の長さとかにもよるのかね。長い方がまあやりやすいだろうね。そうだよ、これ6万円ね、6万円。あ、説明書っていうか、あれが入ってましたね、この、なんつうの。これまあ読まなくても大丈夫かな。あ、だからこれがドライヤーだよね。こちら。ちょっとドライヤーどんだけうるさいかやってみようかな。どんぐらいの風か。ねえ。試してみましょう。ドライヤーね。どんぐらいの音なんか、そう、音がね、結構ね、気になるんで。パワーとね。これをつけるのかな。ちょっとね、音をやってみるか。やばいんだけど、これ相当強っ。わかる？この強さ。これはなんで風が出てくるの、こっから。いや、めっちゃ早く乾くと思うよ、これ。どっから出てくるの、これ。すっげーねえ、ありがとうございます。ちょっと、今度お化粧するときにこれやってみようかな、ちゃんとね。ねえ。こういうのもついてるね。まあ、巻くのもちょっとやってみようかね、今度ね。巻いてほしい、今。わかんないね。これに交換するのかな。ちょっとやり方わかんないね、ほんと。髪の毛をつまむ？10センチの位置に持ち上げてください。カーラーを毛束の先に当てます。髪は自動的に巻きますよって。え？このスイッチの切り替えがあんのかな。ちょっと待ってね。ああ、なんかちゃうよね。ちょっとまあ練習は必要だよね。
練習が。ちょっとこれ練習しましょう。1回や2回じゃできないよね、多分ね。YouTube とか見て練習してみましょう。ありがとうございます、ダイソン。ちょっとね、先週説明できなかったんでね、ありがとうございます。最新のダイソン、いや、まあ、何回かやればできるし、多分使いこなせると思うよ。いや、坊主にしてたらできなかったですよね、これね、多分。しなくてよかった、よかった。坊主にしなくてよかった、マジ。じゃあ、お次。じゃんじゃん行くんでね、今日メンテナンスで10時までなんで、ね、いや、開けていきますよ、次々と。あ、延長はできないの、今日。あの、おすすめに上がってる、上がってないでしょ。上がってないやん。おすすめ帰省中なんでね。しばらくは、まあ、1ヶ月ぐらいかな。多分、おすすめには出てこないね。だから通知とサポートだけ取ってもらえればね。こちら、配信者の、ひよこ先生からですね。ありがとうございます、ひよこ先生。お店、1日目ね、金曜日に遊びに来てくれたんですけど、なんだろう、これは。なんでしょうか。まずね、ゴミ袋持ってた。パジャマなのかな、なんか洋服っぽいよね。あー、そういうことね。これは何？結構あれだね、分厚いね。ジラピケじゃなくてカワレラって書いてある。カワレラ。サイズちょっとちっちゃいかな。入るかね。この上から来ちゃおう。ちょっと待ってね、ボタンか。カワレラね、レバニラじゃなくて。この感じ。ちょっとやっぱここの胸の部分がね、最近おっぱいでかくなっちゃったから。あれだけど入んないけど。どうだろう。どうですか？いや、大山信代とかじゃなくて。下はこういう感じだよね。結構ね、意外とあれだね、薄めだね。もっと分厚いかなと思ったら結構薄めでサラサラしてんね。羽織るのにはいいんじゃない、夜とか寒い時に上にね。で、こちら、あの靴下、なんだこれ、ひよこの靴下みたいな。
フレットがちょっと乙女だよね。ゆうこ先生。なんか、もこもこの靴下も一緒にね。こういう感じで。こういう感じでね。配信で買ってたんだ。こんな感じどうすか？いや、結構ね、私似合うもん。あ、やだやだ、危な。危ない。ちょっと待って。危ない。そうそうおっぱいポロリはダメだね。危ないよ。危ない。こういうところでね、配信回ってるっていうのを意識してね。気をつけないと、こういうところですよ、皆さん。カメラがあるということね。ありがとうございます、ひよこ先生。かわいらしい。いや、いきなりポロリはちょっとね、危ないよね。じゃあ、お次。こちらはね、くるみちゃん、これも洋服っぽいね。こちらもなんかめっちゃガムテープで貼り付けてある。なんなんだろう。くるみちゃんのね、くるみちゃん今いたね。くるみちゃん、くるちゃんからね。なんだろうね、くるみちゃん。いつもね、なんかね、いろいろ入ってんでね。前、お薬とかも入ってたことあるんだよね、くるみちゃん。なんだろう。モリーミーだね。結構いっぱい入ってんじゃない。なにこれ？なにこれ？防災バッグだって。なに防災バッグ。え、奈々ちゃんお誕生日4周年おめでとうございます。いつもパワーをありがとうだ。好き、くるみちゃん。くるよりね、ありがとうございます。ね、防災グッズって何？何が入ってるの、こんなさ。救急道具とかかな。まあ、備えあれば憂いなしってね。この間ほら、台風の時もね、結構慌てて用意したりとか、ね、お水用意したり、電気用意したりとかね、モバイルバッテリーとかやってたじゃん。何が起きるかわかんないんでね。毎日毎日。ねえ、な、何が入ってるかだよね、この中にね。ね、な、この中にタクシー券が入ってるかもしれない、もしかしたら。ダメダメ、そういうのダメ。なっちゃダメ、そういうの。そういうのダメですよ。そういうのダメです。やめて。ダメ、ナナちゃん、そういうの悪いからね。ダメ、そういうの言っちゃダメ。うん。あ、いっぱい入ってる。ガムテープ。あと、サンダル、靴下。すごいね。あと、まあ、救急道具。布だって、タオルだったり。カッターナイフ、綿棒。すごいな。いや、これ一個あれば、多分そのまんま外を出れるんだよ。あと、防災頭巾とかだ。防災頭巾とかね。懐中電灯も入ってる。コップも。
あと、ティッシュ、紙皿、アルミホイルとか、サランラップ、あと、こういう給水バッグとかね。すごい。ねえ。この中に電池を入れとけばいいんでしょ？あとはね。わあ。お金は、でも必要ないです。あ、いるか。アルミのシートでね。これ多分体を温めたりとかね。雨をしのいだりとかするやつだね。あら、ありがとうございます、くるみちゃん。これ一個家にポンと置いとけば、いつでも避難できるってことだよね。うん。アルミシートってね、結構ね、いいんですよね。ありがとうございます。私脇がになったかな。あ、お誕生日ありがとうございます。なんか映ったかな。そう、この間もね、ちょっと自分でそんなにわかんないけど、なんかそっち系の匂いはするんだよね。なんだろう。いや、お風呂入ったけど、ありがとうございます。なんだろう。誰の映ったって、そういうことは言えないけどね。そうだ、ちょっと言いませんけど。まあ、次行きましょう。そうだ、言えませんけどね。お次、ちょっと甘ギフとかで、ちょっと後でね、ご紹介するんでね、こちら。ひどんなちゃんだ、ひどんなちゃん。ひどんなちゃんですね、これ。そう、ひーちゃんかな。なんか北海道行ったみたいに白い恋人ね、こちらお菓子。まあ、定番ですよね。と、これはなんだろうね、ひーちゃん。ひーちゃんもね、心配してくれてて、もうずっとね。これひーちゃんかな？なんかネイルのハンドマッサージャー、ハンドマッサージャーだって。手のマッサージをするのかね。あ、こういう機械になってて、中に指を突っ込むとマッサージ機になるって感じ？最近流行ってる。1万円すんのこれ。うわ。高っ。で、これを電源を入れるのね。こうやってね。機械だから。あ、お店とかでこういうのあるんだ。エントランスとかに。じゃ、これを、じゃ、電源を入れますせ。こういう風に。じゃあ、行きます。え、怖っ！怖い、なんか。え、大丈夫？ああ、いや！痛い！
え、これどうすんの？取れない。うわ、かなり強。え？あ、抜けた。え、いや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 。かなり強。こうさ、マッサージの機械みたいに丸いボールが動いてるね。よくあるじゃん。あの、電気屋さんとかに。あれの手バージョンみたいな。すごいよ、これ。これは気持ちいいね。こん中にこれ突っ込んだらどうなのかな、ここに、こうやって。ここ圧迫感。ちょっと新しい彼氏にやってあげようかな、こうやってジボッつってさ。マッサージャーだよ、つって。あ、ダメダメダメ。じゃあ一週間はね、そうね、不謹慎発言をダメ。ダメです、そうよね。下ネタも禁止。ダメですよ。ありがとうございます、ひどんなちゃん。ちょっとこちらもね、ちょっと毎朝やってみるか。ひーちゃん。ひどんなちゃんもね、お誕生日、土曜日遊び来てくれて。ありがとうございます。いや、私のためにね、I love you, I want you, たーんたらなんて歌、なんだっけ、あの歌。マリス・ミゼルじゃなくて。I need you, I love you って歌あるじゃん。あ、クリス・ハートだ、そうそう、歌ってくれてね、I love you。みんな感動してた、聞いてね。G-U-C-C-I ね。G-U-C-C-I 来ましたね。G-U-C-C-I。奈々ちゃんへ、いつも頑張っている奈々ちゃんが好きです。これからも応援していますということで、もっちーちゃんありがとうございますね。もっちーちゃん。ねえ、ちょっとね、なんかいろいろね、混ざっちゃってんのね。これはちょっとこっち違う人だから置いといて。このタバコはそうだね。これもっちーちゃんありがとうございます。アイコスワンカートありがとうございます。さあ。これも別の人だね。あ、もう一個入ってたアイコスワンカートありがとうございます。あらま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 あらららららあれれれれれれおやおやおや GUCCI？ これはな、ストールなのかな、マフラーなのかな。どう？これお店とかにまあ使えるかな、グッチ。ね、こうやって羽織って、ドレスの上からね、羽織ってね。いいね、色もいいよね。ありがとうございます。頭にかけて。こういう風に。こういう風にですか？こういう風に。あ、ダメ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 、こういうこと、それ、もう、言われたまんまがダメだ。嫌なものは嫌って言わないとね、何でもやっちゃうっていうのがダメなの。断る勇気、断る強さをね、持たないとね。あ、そう、カズ軍曹と、あと誰だっけ、配信者で言うと、朝比奈ちゃんか。この3人は11月6日生まれなの。偶然にもね、朝比奈ちゃん軍曹、私が11月6日誕生日。
偶然でしょ。そう、な、軍曹も今日誕生日なんでね、皆さんね。ね、カズ軍曹も。これは何ですかね。これは。これは何？そう、去年はね、そう、バンジージャンプ飛んだんだけどね。ストールを止めるやつだって。あ、そういうこと？こうやって、こういうことか。あ、いいんじゃない？おしゃれだよね。なんでメイドインチャイナの GUCCI だっつってんじゃん。皆さん。ありがとうございます。グッチのストールと、なんだこれ、ピン止めっていうのかな？ありがとうございます。初めてもらったグッチのこういう装飾品。ありがとうございます。にガチャ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 うるさい偽物とかさ、偽物なわけないでしょ。ねえ。ガチャ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 ってさ、偽物しかもらったことない。な、ダメ。ダメ、リスナーさん。また傷つけちゃう。ちょっと待って。そういうこと言うとね、また怒る人出てくるからね、ごめんなさい。ね、多分あれじゃない、インポートっていうか、ああいうサイトとかで買ったんじゃないの。ショップとかじゃなく、海外とかで買うとこういう袋とかに入ってくるじゃん。ね、海外の通販とかね。うん、ありがとうございます。ネットで買うとね、そうだよね。お次。こちらはね、あ、これはこっちで置いといて。よっくんって言ってさ、従業員の息子さんね。お店の女の子、従業員さんの息子ちゃんが私の配信を見ててくれてね。その若い子なんだけど、21歳だったかな。その子が、お店来てくれて、ナナちゃん誕生日おめでとうっつってね、持ってきてくれた。マリーコアントだね。あら、まあ。なんだろう。あ、口紅かな、多分。女の子じゃなくて男の子。男子。多分ね、私のこと好きだと思うんだよね、あの目はね。好きだと思うんですよ、若いけどね。すごいね、なんか照れてたもん、渡すとき。あ、なんだこれ、初めてもらったやつだ。口紅だ。オレンジ色しかも。ちょっとカメラでは赤く見えてるけど、結構オレンジ。オレンジっぽい色だね。ベージュとオレンジが混ざったような感じ。ありがとうね、よっくん。うん。ね、これ多分チークとかにも使えると思うよ、この色。このまんま、チーク。口紅をチークにしてもまあ OK かな。ありがとうございます。いや、一回つけちゃうとね、もうね、つけなきゃダメだから。まあ、つけてもいいんだけどね。まあ、今日から使うか。じゃあ
っと待って、肉まんの汁がついてるからね。あ、腕につければいいのか。そうだね、ここにね。お色け、健康的なオレンジだよね。うん、ありがとうございます。じゃあお次、ゆりちゃんと、あと教授だね、海外に住んでる教授からアマゾンギフトカードと、わお、珍しい色と、アイコス通貨アートありがとうございます。わお、アマギフの方はね、配信で使わせていただきますね、企画とか。箱の中でアマギフと手紙は、あれ多分どっかに混入してんのかな。え、入ってないの。ちょっとさ、冗談はさ、顔だけにしてくれる教授、マジで。あ、ダメ、そういうこと言っちゃう。せっかくね、愛もしないのにプレゼントをいただいたっていうね、会ってもないのにプレゼントをくれた教授ね、ごめんなさい、すいません。ありがとうございます。一度も会ったこともないのにプレゼントをずうずうしく渡してくる教授ね。あー、ごめんなさい、ごめん、ちょっとね、過呼吸になっちゃった。過呼吸。ありがとうございます。あ、アイコスの後ろに何か書いてあった？あ、健康第一ってね、キラコメリスナーって書いてあるね。用事も結構長いこと見てくれてるからね、ありがとうございます。うん、似顔絵付きでね。さあ、お次、あー、これは私の好きなやつだね。こちらポンちゃんっていう子からね。いてて、ちょっと待って、足つっちゃった。私の好きなシリーズですね、白。よいしょ。ね、この子はね、この間多摩川のね、氾濫でね、ちょうどその地域に住んでてね、あの時に結構 LINE のやり取りとかしてて、浸水しそうな場所にね、避難したりとかしててね、結構ね、大変な思いしてたんですよね、あの時ね。うん、だ、結構みんながね、台風の配信をやってて、ちょっと楽になったっていうかさ、避難所とかも2個断られたんだって、避難しようと思ったのね。ちょっとおトイレ。そうやって配信を見てて元気をもらえたよっていうね。こうやって配信とかで元気をもらったりとかね、少しはね、まあ役に立てる配信もできるのかなっていうのをね、うん、手洗った。じゃあこちら、わーす、白の、ランドリーリキッド。洗剤だね。洗剤と、柔軟剤。す
すごい、全部セットだ。あ、これ大好きな匂いなの。サボンボディミルク。こちらボディミルクね。これ大好きなの、この匂い。と、ヘアオイル。サボンのヘアオイル。で、結構ね、石鹸系ね。サボンという名の限り、そう、結構ね、石鹸の匂いがするね。リアルな石鹸の匂い。うん。サーボン、サーボン。ありがとうございます。これ結構高いんだよ、これ。これ。ありがとうございます。楽しみだわ。石鹸の香り。あ、ランドリーはね、私も買ったんだけど、ランドリーはね、ちょっと違うんだよね。自然な石鹸なんかちょっとね、違うのよ。石鹸っていう匂いじゃないね。うんうん。うん。だからいろいろに石鹸、あ、どうしようかな、ヨギママ来ちゃうかな、ここで。ヨギママが言ってたけど、2番目だって、これ1日と2日ね、金曜日土曜日 2days お誕生日会やったんだけど、ヨギママ1と2をどっち最初に開けた方がいい？1と2。あ、1番の方を開けた方がいい。なんかね、2個もらったんだよね。1日目と、じゃあ1番目開けてみますか、こちら。ヨギママ1日目。切ったね、中のガムテープ、マジで。もうちょっと考える。あ、ダメ！ダメ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 。日置き心を。ヨギママなんか一番心配してくれたのね、私のことね。めちゃくちゃ怒られたから、ヨギママに。ね。今回は。ちょっと開けづらいね、マジで。ちょっと切っちゃっていいかな。マジ開けづらいんだけど。上だけ。え、ヨギママもね、私のガチ勢よ、ほんとに。ヨウちゃん大丈夫？マジ。ああ、びっくりした。まあこれも高級ブランドだけどね。ちょっとびっくりしたわ、一瞬。エスティローダだね。ちょっと金色が見えたかな？ちょっとなんかね。そっち系かなと思って、色具合に、ね、色味で。エスティーローダーなんだろう、ヨギちゃん。あ、結構重いね。なんだろう、これファンデーションかな。あ、ピュアカラーエンビーアイシャドウ5カラーパレットと、なんだこれ、ピュアカラーエンビーキッサレリップルップシャインリップグロスエスティローダ。新作だね。新しいやつだ。ちょっと待ってね、何も入ってないんだよ。ちょっとこっちのリップグロスの方、あー、今こんなんついてんだね、後ろ側に。初めて見た。何本か持ってるけど、いい色だよね、めちゃくちゃ。どう？ちょっと流行りのコーラル色だよね。ねえ、
こちらが、パレット。わお、いいね。あー、一番無難なやつね。使いやすいやつだ。ピンク、オレンジ、茶色がね。あと、白か。一番使いやすいね。ちょっと秋色でね。ありがとうございます、ヨギちゃん。こちらもちょっとね、新しいの使わせていただきますね。発色はね、そんな ST ローだってめちゃくちゃ発色いいってわけじゃないけど、なんつうのかな、めちゃくちゃね、端バリって決まるわけじゃないんだね。ちょっと待って、皆さん、 Amazon ギフトカードも入ってましたね。ヨギママお顔が見てる、ちょっと現金と甘ぎふ、なんかお顔がチラチラ見てるね。これは誰、これ何番目だっけ、これ上か2番目だっけ。何番目、2番目の人だよね、確かに1番目の人じゃないね。あら、まあありがとうございます。甘ぎふとね、あ、ありがとう、ちゃんと見てるね、ヨギちゃん、ありがとうございます。うん、皆さん、それでもね、まだね、まだ入ってんで、びっくりしちゃう、びっくりしちゃう、びっくりする。びっくりします。まさかの、まだまだ出てきます。皆さん、ルイズが来ましたよ、ルイズが。ヨギママいくら使ってんの、マジで。ヨギちゃん。ヨギちゃん、ちょっと使いすぎじゃない？2もあるんで、これ1を先に開けてってこと、1は、まあ、そこそこってこと、2はもっとすごいってことだよね、多分ね。ちょっと手震えんだけど、マジ。貢ぎすぎじゃない？私に。ね？過去最高金額って言ってた？イエーイ。じゃあ一気に行くよ、一気に行くよ。なんだろうこれ。去年はちなみにエルメスの、カバンと、あとキーケースか、ヴィトンのキーケースをいただいたんでね、ヨギちゃんからね。さあこちら、あ、あれ、これはこの圧、お花がついております。やばい、財布だわ。うわ、大丈夫？ちょっとお返しがマジで大変なんだけど、ヨグちゃん、これ何？なんか、新しいやつの、これ私初めて見た、このお花ついてるやつ。これ。うわぁ、中もピンクでいいね、綺麗で。うわぁ。もう、ヨギママに持ってかれるね。閲覧でお返し。ちょっと緊張しちゃったよ、私。次開けんのが怖いんだけど、マジで。ヨギちゃん。これが1だよ、皆さん。2があるんでね。ちょっと2は一番最後の開けようかしらね。ありがとうございます、ビトン。これちょっと使わせていただきますね。グッチからこっちに変えます。そろそろね。ありがとうございます。ありがとう、ヨギちゃん。じゃあ、お次。ヨギちゃんの2は、ちょっと一番最後なんですよね。
こちら。こちら、クミちゃんからね。あ、そうだね。人からもらったお財布はね、そうそう。結構いいんですよね。だから前、北海道のリスナーさんがグッチの財布もらって、もうめっちゃお金入ってきたね、ほんと。すんげえ金回り良くなったね。まあ出てく額も多いけど、めちゃくちゃね、出てっても入ってくるって感じ。限定から。で、お次。こちら、クミちゃんだね。埼玉のクミちゃんから。あ、お手紙も入ってんね。ディアナナちゃん、ハッピーバースデー。いろいろあったけど、これからもナナちゃんのことは応援していくし、大好きです。洋服気に入ってくれると嬉しいな。サイズが心配だけど。年末も近づいてくるから体調などには気をつけてで、また楽しい配信楽しみにしています。ナナちゃんにとって素敵な一年でありますように。ありがとうございます。いろいろあったけどね、ツイッターでも、クミちゃんはね、結構怒ってくれてね。で、もうね、お店行かないわ、つってたの、本当は予約もらっててね。お店なんてね、この状況で行かないわ、つってたんだけど、最終日ね、お友達を連れてね、お店に遊びに来てくれて。そう。ね、来てくれたの、やっぱりね、奈々ちゃんの顔が、気になってね、しちゃったって。本当はね、こういうふうにもっと、優しくすんのもね、あれなんだけどってね。でもやっぱり会いたいから来ちゃったって。ね、ほんと。ちょっと硬いね。いやー、これは入るかな。入るかな、洋服。うわ、素敵じゃん。ちょっとね、チャック、後ろのホックを取れば入るかな。見てみる。この上から入るかな。あ、入る入る。どう。どうかな。あ、いいじゃん。ねえ。ここレースだし、レースついてるし。かわいいね。楽そうだしね。ねえ。すごい。ここの、なんつうの、ステッチがいいね。こうね。これはちょっと痩せて見えるっていうか、シュッとなってね。ありがとうございます、くみちゃんね。ほんとね。ありがとうございます。あ、これでさっきのそうだね、グッチのストールを合わせればね、グーかも。よいしょ。ね、ありがとうございます。よし。じゃあお次。熱い。兄さんもね、ありがとうございます。お花まで出してもらってね。兄さんもね、土曜日ね、お誕生日会に来てもらってね。兄さんも結構、LINE とかでね、結構ね、助言って言い方もあれだけど、結構ね、アドバイスしてくれて。そうね。
今。いや、お次。これは、これはちょっと名前がないね。これは何だろう。あ、あと、ヨシイマちゃんからもね、お預かりしてん。ってことは、誰だったっけな。あ、クレアちゃん、クレア、あ、ごめんね、書いてあるね。クレアちゃん。クレアちゃんもね、結構ね、去年のね、新宿のスタッフをやってくれたりとかね、イベントごとがあると毎回参加してくれたりとかね、この間の料理バトルとか、あと、あれとかね。あら、これなんだろう、プラミアクリアスパフォーム頭皮用シャンプーだって。頭皮用シャンプー、あ、炭酸のシャンプーなんだ。へえ、シュワシュワすんだねこれね。へえ、あ、こういう、何、こういうになってんだね、ライターのガスみたいに。それでシューってやんだね、多分ね、お風呂でね。気持ちよさそう。あ、美容室向けの商品なんだね、これね。なんかね、言ってたね、奈々ちゃん、そうそうね、髪の毛も、あれなんで、みたいな、薄くなってきたんで、みたいな。別に剥げてるわけじゃないんだけど、これはリフトアップの効果のある BB クリームです。気になる部分、目元、口元などは2、3回重ね塗りをしてください。さらっとした使い心地で素肌のようになじみます。だって 3D プラス。これ。スキンタイムタイムセス 3D プラスザマルチベース BB ライトベージュ。だってなんだろうこれ。バイオプログラミング。ねえ。BB クリーム、日焼け止めもできて BB もできるってことかな？あ、お茶箱はね、切ってるんでね、今日はね。モルカちゃん。ねえ、多分あれだよね。体のことを考えてくれてんだよね。各星座を物語として、例えるならというフェアリーテールが書いてあります。その他、各星座の仕組み、神話、スケッチ、メッセージがあります。秋の夜長に読んでください。だって。本だね。あと。初めて本のプレゼント。こちらだね。十二星座。生まれ持った性質の深いとこまでわかる読む星占いだって。私結構ね、本好きなんだよ。あ、これ各星座ごとに、お話で分かれてんだね。こうね、何座はこういうお話みたいなね。読む読む本。本大好きだよ。ありがとうございます。私はサソリ座。11月6日だからサソリ座ね。まあ確かにね、自分のとこだけ見て終わりだよね、多分。そうだね。まあでも、他の星座も楽しめるようになってんじゃないかな、多分。ねえ。そういうことじゃない？他の星座も見れるようなお話作りになってんじゃないかしら。ね、読んだらちょっとお話ししてみる。こちら、ヨシイマちゃん。お店には来なかったんだけど、お友達がお預かりしてね、こちらの手紙を。何これ。
何これ、コインみたいのが入ってる。奈々ちゃん、ツイキャス4周年と、バースデーありがとうございました。今回キャス大変でしたね。早くまた楽しい配信してください。今回ヨシイマは、四十九日になった、あ、そうだ、ご不幸だったね、実家です。またお会いできる日をお楽しみにしています。ヨシイマちゃん、ありがとうございますね、ちょうど重なっちゃったんだね。なんだろうこれ。ごめん、マグネットになってるのがかなり重いから多分くっつくんじゃない。あ、くっつかない、マグネットじゃなくて鏡でしたね、ポケット鏡ね。ありがとうございます。なんだろうこの絵、すごいね。これ絵じゃないわ、写真だね、ご本人の写真だわ。これちょっとね、持ち歩くは面白いかな。ありがとうございます。記念硬貨かなんかかと思ったらね、ありがとうございます。まあ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 、魔除けだね、そうだね、除霊効果でね。じゃあお次、これはもう見るからに分かりますね。こちら KP ちゃんからね、 KP ちゃんもツイッターでね、結構今回の件に、対してね、厳しい意見をくれた方ね、私のことが大好きな、なんだろうね、ディオール、多分なんかコスメ、そうだね、この形だとそうかもしんないね。あ、マキシ、なんだろうこれ、ディオールショーリキッドモノアイシャドウ、アイシャドウ、アイシャドウ、え、シャドウなの、目につけるやつなの、口紅じゃなくて、え、どういうこと、新作、え、アイシャドウでこの形あんの、これを何、目に塗るってこと、こういう風に、へえ、ちょっと手につけてみよう。あ、あー、すごい、すごいね、結構ブワってくっつくね。で、こういう手でなじましたりとかするんだね、こういう風にね、ポンポンって。すっごい、めっちゃキラキラする、これすごい、グリッターみたい、うん、ええよ、ちょっと画面では伝わり づらいけど、すごい、めっちゃ伸びるし、いいねこれ、いやー、最新作でございます、ありがとうございます。 KP ちゃんね、初めてもらったこれ、新作ということでね、えありがとうございます。お次、これは誰だっけな、これが、銀座
お菓子持ってきたの誰だっけな。あーちょっと忘れちゃったな、ごめん。名前も書いてないな。銀座のお菓子ですかね。もみじまんじゅうなのかな、銀座の。箱がすごいね、なんか。あー、みぞれだ。みぞれのお菓子。おかきだね。もみじの。あー、こういうのね。こういうの。いただきます。まあ、うん。あ、これカレー味かな？甘いやつだ。うん、美味しい美味しい。いろんな味があるね。芋とか栗とか、甘いのとか。普通だって言ってない。普通じゃないよ。よくあるやつね。でもこれが一番有名だと思う。私も見たことあるもん、似たようなの。これ多分ここのだよね。誰だっけ、誰か、男性の方だったような気がする。男性。トラマルさんかな？トラマルさん。確か。でもね、味がね、薄い。結構お上品な味だね。もうちょっと醤油が強くてもいいかも。お醤油ベトーっていうね、おかきが好きなんだよ。こちらちょっとお店でみんなでね、食べましょう。じゃあ次、こちらね、宅急便で来ましたね。ね、ちょっと本名しか書いてないんだよなぁ。どうしようかな。ドレスって書いてあります。なんてお呼びしたらいいのか。ドレスって。本名、かおりさん?下の名前だと大丈夫。かおりさん?かほさんかな。ドレスって書いてある。あ、箱の中にね、お手紙とかもしかしたら入ってるかもね。そうかもね。待ってね。かおりさんって読むのかな。ちょっと一瞬でしか見てなかったかな。ちょっと待って、名前ね、もう一度確認しとくわ。かしげさんって読むのかな。香りかな、やっぱり。ちゃんとね、お呼びしないとね。ちょっとドレスの方をね。大丈夫みんな、マジで。ちょっと。あー、いいね。いいドレスだわ。ほら。ちょっと演歌歌手っぽいけどね。ちょっと着てみましょう。ちょっと伸びちゃうかな。いや、入るけどちょっと洋服脱いだ方がいいかな。どうだろう。ギリいけるかな。あ、いいじゃん。いい。合ってるわ。
次はね、洋服下に着てる感どう、うん、いいじゃん、痩せて見えるね。ちょっとね、今ね、洋服着てるから下に暑い。ありがとう、素敵なドレス、これをお見せできよう。素敵、よいしょ、あーやだ落ちちゃった、何の見た方がいいかも。よしよしよしよ、たんでね、おいしょ。じゃあこちら宅急便で届いたんだけどね、あの自粛中にね、コーチって書いてあんね。ストールなのかな、これ。お財布だ。またまたお財布じゃない。財布かぶり。うわありがとうございます。うわ、すごいね。いやー、財布ばっかだわ、今年。コーチ、ギラギラ。なんかでも私っぽいよね、これね。めちゃくちゃ。ねえ。なんか紫、茶色と紫だし。素敵よね。黒じゃないんだよね。ちょっと茶色っぽい黒なんだよね。ここがおしゃれよね、またね。私の好きな色だ。ねえ。ありがとうございます。しかもさ、これハートマークだしね、これ何気に。見て。ちっちゃいハートがいっぱいあるのよ。キラ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 って、ほら。パチンコの軍資金を財布に、そういう使い方。私でもね、何個もね、お財布持てない人なんでね、そう、使い分けるの下手くそなんでね、一個は一個で使うタイプなんで、化粧品とかも。同時進行で、こう使えないんですよね。いや、大黒屋とかで持ってかないよ。ありがとうございます。ちょっと名前がね、ちょっともう一度ね、見るわ。名前なんて読むんだろう。男性の方なのか、なんか男性っぽい、女性でも男性でも、なんて呼ぶんだろう、本当に。か、香里さんっていうのかな、見てるかな、見てくれてたら嬉しいんだけどね。どういう字、いや、珍しい字だから言ったらダメでしょ、これ多分。結構珍しい名前、下は。うん、いや男性なのか女性なのかわかんない、この名前だと。どっちとも捉えられる名前で、ね、読み方もわかんないし、うん。ありがとうございます。宅急便にね、送られてきたんで。ありがとう、財布。さあ、今年はすごいね。ね。みんな気合が入ってるのに、私がしでかつしまったからね。ちょうどね。いや、こちらね、ペンタンちゃん、クマちゃんちゃん、もう4年間ぐらいね、閲覧30人ぐらいの時から見てくれてる方ね、この方も、お誕生日に来てくれてね。
毎回毎回お誕生日会に来てくれる方ね。うん。こちらなんだろう。あ、これですね。私の大好きなヘアオイル。もういつも使ってるやつだね。N ドット。これね、結構いいんですよ。匂いもね、おとなしめのやつだしね。これの多分、オイルヘアオイルかな。クリームタイプは持ってるんですけど、オイルタイプは初めてかな。ヘアオイル&ハンド用オイルだって。あー、そういう感じね。こうやって、頭にも使えるし、手にも使えるっていうね。うん。ありがとうございます。これ今日から使ってみようかな。新しいやつ。サラサラになるんじゃなくて、ちょっとね、なんつうのかな。この、私が持ってるクリームタイプ、こっちは、しっとり系かな、これ。こっちは多分サラサラ系だと思う。オイルだからね。だまあ、使い分けだよね。最初につけるか後につけるかで、変わってくるんじゃないかね。そう、ミルクと混ぜて、そうそう、ペンタンちゃん、そう。混ぜても OK みたいな。あ、あとこれ、毎回ね、ハンカチもらえるんですよ。去年もね、ハンカチいただいたんだけどね。シャトル、クラランス?え、マリコアみたいだね。ちょっとお花の柄が違う。クレイサス。なんで今日こんな暑いの。めっちゃ汗かいてんだけど。やっぱ配信つけるとあれかな、病気になっちゃうのかな、私なんか汗かいたりとか。めっちゃ汗かいてんだけど今。窓開けてみる。かわいいね。こういうね、ハンカチは何枚持っててもね。おトイレ行った時とかね。これ今日から使えます。使えるんでね。ありがとうございます。ね。手洗うよ、ちゃん。次。私の、今、本命の、彼からいただきました。ココナッツちゃんから本命の、あー、ひでろさん、この間ごちそうさまでした。本命の大好きな人からいただきました。これ一番楽しみって言い方もおかしいけど、ごめんね、本当に楽しみだの。みんなのも楽しみだけど一番楽しみだね。みんなも楽しみだけど、もっと楽しみ。レベル9だって、みんな9だったら10なのね。で、A、B だったら A なの。わかる？え？あれ、なんか靴とか言ってなかったっけ？なんか混じってる？え、どういうこと？じゃ、靴っていうのは聞いてたんで、靴が入ってるって。え？あれ？私の聞き間違いかな？この中で靴が入ってんの？
ゃ入ってないね。ネームホルダー、誰かと間違えてんのかな。あれ、私が聞き間違いだって。靴だからって。いやー、私これ別の靴ももこちゃんからもらったんだよねーって。じゃあココダちゃんの靴をリアトツに履いてこうかしらって。なあちゃん、それ違う？これは違う？これ誰だ？ちょっと話ね、ガチャ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 うるさいなぁ、もう話聞いてねえ、これ違うの？待って、そうだよね。だよね。こっちにあんのかな？いや、ないよ。ない。他のプレゼントじゃない。じゃあココナッツくんのプレゼントどこ行ったの？いや、お店に忘れてない。持ってきたよ全部。でも袋にはココナッツって書いてあったよ、ちゃんと。ココナッツってもらった時に多分書いてんだよね。いや、タクシーじゃない、昨日持って帰ってきたのも私。もらってない。でももらって私は名前書くからね、いつもね。もらった瞬間に書きに行くから。渡す方を間違えて。これは誰のプレゼントなの？これは。そうそう、逆に。いや、電話今多分仕事中だと思うんだよな。フェリー私帰ってたよね。もらった瞬間で帰ってたからこれなんだな、やっぱり。備品だよ、ただの。じゃあこれは誰がくれたの？仕事で使うのを間違えて渡した。そんなことある？でも私彼からもらって書いたような気がするんだよね。元からないでしょ。だってここにね、だってこの袋だよ。ココナッツって書いてあるよ。だってもらわなきゃ私書かないもん。だってその置いてあるとこに書かないもんね。ネタなのかな。まあいいや、ちょっと聞いてみるわ。お次、あ、これね、お店のお客さんからもらったハーバリウムね。綺麗でしょ、今流行りの。いい色だよね、絵みたいね。店主さん、店主さん
ちょっとね、まあ、回復するまでね、っていう、会う名目じゃない、ちょっと私そびれ、だってね、ハチくんが、ココラちゃんの誕生日の時渡せなかったプレゼントも置いて帰ったのよ、あの人ね。日曜日に。ってことは、もう一回私に会うためのチャンスをくれてるってことじゃない？ねえ。で、ハチくんはね、前からもらってたのに、で、渡せなくて、この間渡したんだけど、日曜日ね。うん。ココナッちゃんの誕生日だと。その時のプレゼントは私預かってて、これ誰だ？あ、ヒデさんだね、この間のコレワンの時のね、あの練習付き合ってくれた、お父さんね、お父さんって言い方もあるんだけど、お兄さんね。プロの、あの、格闘家の、ヒデさんかな。そう。で、そのヒデさんが、マティアスくんとかね、兄さんを連れてきてくれたんね。藤沢奈々様へ、お誕生日おめでとうございます。ツイキャス4周年おめでとうございます。先日はコレワンにおいて一緒にトレーニングさせていただきありがとうございました。リスナーさんの僕のためにホテルまで用意していただいて本当に恐縮いたしました。お二人で、お買い物を行っていただき、配信外の奈々さんの努力や気遣いを見て、奈々さんがこれほど人気がある理由が分かった気がしました。よく最終的な人間性と言いますが、奈々さんの人間性は最高でした。これからも、ますますのご活躍を願っております。PS、奈々さんとの出会いに感謝して、これはの記念にカシミヤの毛布をお送りいたします。大切に使ってください。だって。ありがとうございます。ねえ、ご丁寧に。そう、何かの縁でね、知り合ってね、これはっていうね、きっかけで。まあ、前から配信は見てくれてたみたいなんで、朝ね、マティアスと、私ってね。そう。で、ぐっとね、これはがあってね、近づいてね。お近づきになれて。こちら、カシミヤ。メイドインジャパン。癒し屋。西川ってあれじゃない？西川の布団じゃない？西川の癒し屋。カシミヤ。西川ってあの西川布団だよね。カシミヤの布団だって。うわぁ。高いよ、これ。すげぇ、カシミヤの布団だって初めてもらった。うわぁ。気持ちいい。カシミヤだわ。これで、この上でエッチしたら気持ちよさそうね、滑ってね。あったかいし、これ1枚で十分じゃない？文字はね、なんて書いてあんの？チームモンジョリ2019年10月12日これワン七藤沢直樹兄さんヨギママ、ひでくん。すごい。チームモンジョリだって。思い出だね。刺繍入り。ありがとうございます、ヒデさん。ちょうどね、台風でね、中止になっちゃってね。できなかったけど、私たちの絆はね、こうやって布団に刻んであると。ね。粋だね。ありがとうございます。大事に使うわ。よいしょ。ちょっと一回トイレ行ってきていい？あと二つなんでね。ヨギママとバドスのママかな。
しょう。これもまたね、そう、今日メンテナンスで、今日私この後警察行かなきゃいけないんで出頭してきます。今日これから、今日お昼から警察とお約束して宮前警察署に行ってくるんで、うん、ついに出頭してきます。えって、いや配信つけたら怒られるんでね、は、一応警察も多分今見てると思うんでね、この放送ね、うん、配信は切っていきますけど、ちょっとね時間かかるかもしんないんだよね。行くまでも配信しな、切っていこう。で、次。こちら。また渡辺直美シリーズですね。たくさんまたね、いただいちゃいました、洋服を。渡辺直美シリーズ。プーニーズだっけ？プーニーズのトレーナー。こちらね、トレーナー。かわいいしよう。直美ちゃんがいっぱいいるね。ほら。ね。プニューズだ、ごめん。プニューズ。プーニューズ。これはあれかな、トレーナー。で、こちらが、こちらもトレーナーね、帽子付きの、帽子付きのトレーナーだね。これはなんかおでんのマークが入ってるね。おでん、おでんトレーナーフードパーカーだね。かわいいね。こうね、アイスとかおでんとかね、いろんな柄があるんだよね、ここプニューズね。あとこれなんだ、これはなんだろう、なんかチェックシャツ、なんていうんだっけ、こういうのラガーシャツじゃなくて、なんていうの、こういうの案件じゃないですよ。寝るシャツ、ポロシャツっていうのかな、なんかこれ入ってんね、馬みたいのが。そう、全部ねサイズが合うからね、ぴったりなんだよね、ほんと。あ、でこれ下面白いね、下ほらこういうデザインなんだね、ちょっと切ってあるような、バーバリーみたいな。フリンジスタイルというの。あ、これはあれじゃない、奈々ちゃんが普段着てるものっつってたから下だね。下。ちょっとヒョウ柄のパンツみたいな。部屋着かな、このね。ね、いいね、楽そうね。ネオパードだ、ネオパード。で、これが、なんか、みかんだ。あ、みかんじゃないか。トマト。トマートってね。もう、トマトトレーナー。ちょうどね、秋冬の洋服がなかったね。ちょうどいいわ。お洋服。で、こちら、目玉焼きかな？そのまんまだね。目玉焼きってね。すごいね、この、目玉焼き。今週ね、ファッションショーがあるんでね、モンジョリコレクションっていうね、配信でファッションショーするときにこれ着ますね。今日はいただいたやつ全部ね、ドレスとかも。ね、ちょっとこれ炎上してますね、炎上おこめっちゃ炎上してるおこおこだよこれ
炎ぼうぼうって感じ。これもまあ寝る、なんのシャツだね。どんだけ入ってんのこんな缶。あ、これもいいね。え？珍しいねこれね。見て、ポケット透明ね。え、ポケットが透明のシャツだもん。まあ確かに洗うときちょっと怖いね。引っかかって切れちゃったりとかね。だから裏返しで洗った方がいいね。洗うときは。面白いデザインが多いね。よし。あれプーマみたいなゴルフシャツみたいな感じだね。これも可愛いわ。緑合うわ私ね。え、似合う。ガチャピンっぽい。確かにピンクとグリーンだね。ありがとうございます。マドスのママいつもね洋服くれるね。こんなにたくさんお洋服ありがとうございます。でも熱い。待って、袋が切れちゃった。さあ最後、先ほどヨギママナンバーワン1を開けた時に出てきたものが、アマゾンギフトと現金とあとルイ・ヴィトンとエスティローダが出てきましたね。まだまだあるんですよヨギママのがね。ナンバー2があります。先ほどはね、ヴィトンの財布とエスティローダと現金が甘ぎふでしたね。さあ1日目はこちらのプレゼン、2日やったんだけど1日目はこれ、2日目はこれってね、2日続けて2個持ってきてくれたんね。それお返し大変だよね。もうね、俺だけでもうオーバーしてしょ、もう2桁いってるね。さあもう一つの方、こちらは何でしょうかね。ヨギママ2、こちらがなんか目玉みたいですよね。目玉商品、さあ開けてみますか。いや本当にね、お返し大変だから来てくれるだけでいいっつったのに、このヨギちゃんの誕生日が大変。くー、やりすぎやりすぎ、マジでとんでもないものが、ちょっと汗かいてきたマジで、やば。まず一つ目ね、また二つ入ってる。一つ目ね、一つ目。また二つ、一個でいいのにまとめて、もう。なにこう、たくさん、たくさん来る。ありがとうございます。もう一つでまとめていいよ、もう。なんならもう来てくれるだけでマジでいいかな。ほんと怖くなってくる。パレットだ。はい、これ初めて見た、ディオールの。何これ超ごっついんだけど、こんなでかいの。でかっ。
分厚っ。新作を、新作だ、クリスマス限定のやつなんだ。うわー、素晴らしい。これなんでこんな分厚いんだろう。この中に入ってるのか違うの。すごいね、色もさっきのあれだね、さっきの色と似てんね、ST ローダのやつとね。これポーチがついてんの？これがポーチなんじゃないの？これ。あ、それだけなの、すごいね。なんか昔のファミコンのカセットみたい。ゲームボーイとかさ、すごい分厚いんだけど。初めてこんな分厚いパレット。ありがとうございます、ヨギママ。怖い、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 マジ怖い。ヨギちゃん、マジ怖い。皆さん、皆さん、怖いですよ。マジ怖いが、ビビるよ。皆さん、まだありますよ。怖い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 。いやだ、マギフもまた出てきた。何個出てくるの。感謝。釜の友情をヨギだって。怖ーい、エルメスが出てきた。ヴィトンの次はエルメスが出てきた。ちょっと、これとこれだよ。いや、このさ、もう化粧品だけね、この何、オレンジのコラボもうやめて。怖すぎ、マジで。ヨギ先生。来たこれじゃないよ、ほんとに。もう、ほんとに来てくれるだけ。毎週来てんだよ、ヨギ先生。毎週土曜日、お店に通ってくれてね。うん、怖いよ。それだけでもうね、大変なことなんね。焼けますか、こっち。なんだろうね、なんかめっちゃ重いんだけど。怖い、音が怖い。なんか音があれだよね、絶対ね、これ。怖いわ、怖い。せーの、時計だ。エルメスの時計。やば。時計だよ、時計。まあ、バングルだけど、時計もついてる、これ。ひぃー。これどうやってはめんの？怖い、手が震える。こんなものもらったことない。どうやってやんの、これ。っていうか、私の腕に入るかしら、これ。レディース？待ってね、入るかどうか不安だよね。あ、ギリギリだ。最後の一個だ。いやー、すごい、エルメスだ。へえ、こうやるんだ。こういう感じ？これでいいのかな、付け方。こういう感じで。
まあこれ時計っていうよりあれだよね、おしゃれだよね。でもなんか傷ついちゃいそう、つけてると。まあこれはちょっとあれだよね、おしゃれさんがつけるような感じよね。カバンにつけたら絶対落としちゃうでしょねえ。そんなにすんの？まあ、時計見にくいけどね、こうやってやんなきゃいけないからね。でもまあ、お店とかにはいいかもな、これね。ヨギママありがとうございます。いや、ヨギちゃん、あなたがナンバーワンよ。皆さん負けを認めて、今年はヨギママがナンバーワンですね。総額、多分30万ぐらいだよね、総額。ヨギママありがとうございます、今年も。いやー、お返し大変でしょう。うわー、これお返しね、よっちゃんイカとかだったらダメだよね、怒られるよね。50万は超えてる。今度ね、こちらを、視野に、ね、持っていく配信をやります。去年と同様ね。視野に鑑定してもらう配信をあ、そうだ、こっちにね、まだいっぱいあるんで、ごめんごめん、忘れてた。あとね、天ギフとかね、いただいたやつがいっぱいあるんで、ここに。ちょっと一個一個読んでいきましょう。いやー、あのね、今年ね、どうなることやら、さっきも言ったんだけど、20年間で、ね、記録、20年間の記録を更新しました。20年前の記録をね、1日の売り上げ、みやびさん。今年20年ぶりに1日の売り上げを更新しました。いくらとは言わないけど、更新20年ぶり。20年前は多分おばあちゃんとかママとかいる時代だよね。だからもうバブルの時だよ。バブルの時の、記録を更新できてね。悪いことはね、そんな状況でも皆さんね、来てくれてね、駆けつけてくれて、本当ありがたいです。これ読んだもん。バブル30年前。大いには配ってない、配ってない。あ、何これ。何これ。奈々ちゃんお誕生日おめでとうございます。奈々ちゃんにもう一度会いたいです。大人になったら雅に。ああ、娘ちゃんね、髪がなかったので、七森さんの、七森ファンなんだ。今度コメントします。ストプリだね、ストプリ。大好きな七森さんのプロマインドですっていうことでね。ストプリ好きなんだね、娘ちゃんね。ディアナナちゃん、ハッピーバースデー、ハッピー、4周年アニバーサリー。ナナちゃんお誕生日&ツイキャス4周年おめでとう。いつも楽しい配信見るのが楽しみで、毎朝バタバタしてる中、見ていました。
ついこの、前のタワクの配信の件はとても残念でしたね。これからも、笑顔で楽しい配信、見ているリスナーもニコニコになる配信を期待していますということ。すごいすごいね、凝ってる、ありがとうございます。で、Amazon ギフトカードいただきましたね、ありがとうございます。あと、ヨギママからももらってね、2個をいただきまして。あと、あ、これ、あれですね、お祝いもいただきますね、サラちゃんから。お手紙も入ってますね。うわ、達筆。うわちょっと見せたらまたね、あれだよね、こっちにしまっとこうかしら。藤沢奈良様、お誕生日おめでとうございます、良い年になりますように、サラちゃんということ。すごい達筆、素敵な文字、ありがとうございますね、えありがとうございます。お祝いもいただいてね。あと、虎丸さん、これ誰だ、ちょっと分かんないね、文字見えないな。ゆりなちゃん、あなたのおかず、ヤムチャさん。どういうことだ？あ、こちらお手紙入ってますね。リア・ナナちゃん、ツイキャさんの4周年&お誕生日おめでとうございます。ナナちゃんにはいつも笑いと、元気をたくさんもらっています。これからも応援させてください。体だけは気をつけて。ぷんぷんちゃん、ありがとうございます。ねえ。これで全部、開けたか。あと、しるちゃん。しるちゃん、ありがとうございます。Amazon ギフトカードいただきました。これで全部開封は、天ギフの金額、でも大体わかると思うよ、皆さん。ありがとうございます。言わない言わない。言わないでおきましょう。で、今日このままメンテナンスに入るんで、とりあえず、まあ、先ほどね、最初に話した通り、まあ、見てない方は、また録画を残すんでね、まあ、一応謝罪という形で、お話ししてあるんでね。でまあ、今日から、まあ、普段通りって言い方もまたあれかもしれないけど、まあ、普通に朝7時から配信しますんで。明日はね、散歩、おじ散歩。そうで、今ちょっとおすすめ帰省中なんで、おすすめ欄には出てこないんでね、明日、今日かな。まあ、いつおすすめ解除になるかもわからないんで、まあ、通知とサポートだけは入れてもらえればいいと思います。逮捕はされない、まあこれから警察行くんでね、この放送終わった後ね、お昼に警察にね出頭しに行きますんで、おすすめ出てないでしょ、だから何回も言うけど出てないよね、多分出てないんですね。え、野田さんとかもね、やってくれたみたいで。まあ、ちゃんとね、詫びは入れてくるんでね、警察の方にはね。ちゃんと話し合って、決着をつけてくるんで。おすすめだから出てないってしつこい、ガチャ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 うるさいな。今大事なとこなんだから乗ってないっつってんの。何回も言うけど、おすすめ帰省中なの。乗ってない。みんなサポートと通知を取ってるからおすすめ欄に出てるわけで、してない人は出てないか
石川さんとかもね、モノマネしてくれてね、うん、見てました、リアルタイムで。だからおすすめ出てないっつってんじゃん、うん、なんかおすすめ寄生虫なんで、いつ解けるかわかんないの、ね、うん、まあ普段通りね、いつ解けるかわかんないけど普段通りね、配信はしていくんでね、うん、そう、まあこれからもね、皆様ね、見続けてくれればと、うん、うん、そう、座談会はね、なんか、あ、これ言っていいのかな、どうなんだろう、一応ね、連絡は来ましたね、昨日ね、言ってるかな、みんな、あ、言ってる？昨日連絡があって、まあ、ぜひ出させてくださいという答えは送っときました。うん。石川さんもね、結構心配してくれてて、そういうとこ優しいよね。ね。なんかまあ、出る方向で、うん。まあ、置物になると思うけど、置物になるか、今回の件の話が聞きたいか、どっちかだよね。まあ、連絡は来ました。昨日ね。うん。まあ、年末のね、恒例行事というか、恒例な企画なんでね。上に出られるだけでありがたいですよね、また今年も。うん。ねえ。あ、そうだよ。ココナッちゃんのプレゼントどうなってんだろうな、ほんと。で、ちょっと私マイクちょっと変えたんだけど、どうかな、音。ちょっとね、休みの間に、ちょっとね、ケーブルを変えたのがプツプツする？あ、してない、治ってるね。オッケーオッケー。治ってる。ボボボボボボボって変な音がしてたんだけど、それ治ってんね。うん。で、今日はね、水曜日で早番なんでね。今日でまたヨギママに会うのよ、今日ヨギママ。ピンクの袋って何？え？ピンクの袋？またヨギママがね、当日お祝いしてくれるということで、ね、もう怖いんだけど。じゃあ今日はエルメスと、エルメスつけていこうかしらね。ね。当日は。